さあこれからナイトライフの店がねだんだん出てきました。ウェルカムオープン。いよいよバギオナイトライフのねご案内になってくるかと思います。さあ待ちに待ちましたね、ナイトライフなんですけども今ね、歩いております。今2軒ありましたね。そんなにたくさん集中してるわけじゃないみたいね、これはね。はい、あここもなんかそんな感じですわ。ここもね、バギオすごいとこだね、これ。うわ、夜景が綺麗。すごいところにね、お店があるなと思いました。10年ぐらい前にですね訪れた時はね何軒かあったんですよね。あの場所がちょっと違うかもしれませんけども、ナイトライフバギオ。バスターミナルの視察も終え、これからですね夜の街に向かいます。さあ今、歩いていますのがですね SM シューマートからですねずっと、坂を下っていった方面になります。その辺りがですねダウンタウンになります。その先ずっとがその先がですねナイトマーケットがあったんじゃないかな確か、で今ですねダウンタウン、まあ、街の繁華街ですね中心の方に向かっております。さあこれからですね、夜の店、夜遊びスポットって言いますかねちょっと探してみようと思います。まだ時間はね少しね明るいんですけどももう間もなくね暗くなると思います。さあ今向かっております。街も本当にもう10年前とは全然変わっておりますのでもう見当もつきません。本当に正直言いまして。Excuse me. Do you know money changer? Money changer. No. Yes, go over there. Calling. Over there. How far? Yes, we are here. Far. We are here. Oh. Where? 今両替所を、ね、教えてもらいました。そちらに向かうんですけどね実はね昼間、SM の両替所に行ったんですけども実はですねパスポートを持っていなくてね両替できなかったんですよね。ですからね手持ち資金がもう本当にね乏しいのでねなんとか両替しないといけないという思いでねマネーチェンジャーを一生懸命探してた記憶です。とにかくねバギオというところはねなかなか見つからなかったです。正直言ってネットでね、Google 地図でね、検索して数件はあったんですけども、行ってみるとね、休みであったり、あともう店がね、もう変わっていたりしていましたのでね、本当にね、両替には苦労しました。両替ではなく、ATM という手もあるんですけど、なんかカードが吸い込まれて出てこないということがね、よくあるっていうふうに聞いたことがありますので。どうもこの辺がね、メインストリートのようですね。はい。バギオのね。セブンイレブンもいっぱいありますし、さあ今日は金曜日だから皆さんあれですね明日から休みだからまあ本当に楽しくてしょうがないといったところでしょうね。仕事を終えた若者たちがたくさん歩いております。明日からですね本当に休みになりますので、今日はね花金といったところでしょうか。10年ぶりに、バギオの街を歩くんですけど全く変わっておりましてもう本当に見当がつきません。この通りだ。そんな中でね、とりあえずまずマネーチェンジャーねそちらを探しておるんですがなかなかそれもねままならぬ見つからないんですよね。マクドナルドメイン通りのね。マクドナルドの前です。まあ
この辺りがやっぱり中心地なんでしょう。さあ夜は更けてきました。これから夜遊びスポットを探すのも大変です。本当に慣れない土地、本当に歩き慣れない土地ですね。坂が多い町、とにかくね歩き疲れます。とにかくね、いろいろとね当てもなくですねさまよっているんですけども、とりあえずね Google である程度は調べましてですね、そちらの目的地に向かおうとはしております。はい。ただその Google 内部もですね反応したりしなかったりでですね、なかなか難しいところです。基本的にマクドナルドとかそういった有名店がある近辺にはですね、そういう風俗関係の店はないんじゃないかなと思います。以前もそうだったと思います。少しですね離れたところだったと思うんですよね。本当にねメインストリートのところにはねまずそういったお店はねないような気がします。ちょっと裏へ入ったところだとかね、ちょっとそのあたりをね今、探索している最中です。本当にたくさん歩いてね、なかなか見つからないんですよね。はい。カラオケもね、確かね、10年前は私行ってるんですよね。ただそこはですね、マニラ形式じゃなくて、普通の地元の住民がね、たくさん集まる、カラオケのお店だったんですよね。まあそこでも結構楽しめましたけどね、私はね。もちろん洋楽しか歌えませんけども、それでも、十分地元の人とね、結構、盛り上がってね、楽しんだ記憶がございます。さあ、あれから10年。もうね、今はね、そんな店もね、どこにあるかさっぱりわかりません。はい、正直言いまして。フィリピンの街、私はですねフィリピン全土ほとんどねだいたい行ったつもりでおります。南はですね、ミンダナウ島からですねセブ、ビサヤ地方、あとですね北はまあルソン島ですよね。はい。で一番私今まで夜のナイトスポットにつきまして一番感じたことはですね、まあ、どこに行ってもまず大概あるということですよね。はい。地域によっては違いますけども、確かにですね全く存在しないって言ったらおかしいですけど、カラオケ等はですね結構ね規制されてないところもあった記憶がございます。ただどうしてもですね現在ではですねバギオの場合トライシクのお兄さんがいないからね本当に聞く人がなかなかいなかったですね。自力で結構探してるんですよね。以前はね10年ぐらい前でしたらね必ずトライシクルのお兄さんがねまあそういうそっち系の店紹介してと頼めばねまあ大概よく連れてってくれたものです。はい。それがですね今手がかりないものですからまあ Google マップ地図でね動いてはいるんですけどもなかなかうまく反応しなかったりですね本当にいろんな地これたくさんもう歩くことになるんですね。はい。もうこれでねもう1時間2時間楽に歩いてしまうと思います。まあ坂道の多い町ですのでね結構足腰に負担がかかってきております。そんな中で、はい、もうシャッターね閉まってきてる状況です。さあこれから夜本番といったところでしょう。サラリーマンたちといいますかね仕事帰りのね、若い人たちがたくさん、通っております。さあそういった若い人たちもね、そういったお店にあんまり行かないようですかね。はい。今、街で見かけるね、若者たちはね、ごくごく一般的な人たちじゃないでしょうかね。ごくごく普通だと思います。今歩いておりますところは、本当に街の中心地と言いますかね。たくさんの人がね、歩いてみます。この辺りにはね、こういう人通りが多いところはですねまずないとは思うんですよね。はい。ちょっとここから離れたところがね大体あると思うんですね。はい。見るからにねごくごく普通の街並みだと思います。本当に、そういうある目的をね持ちましてねそういうお店を探すとなるとね、意外と大変なんですよ。その気のない時にね、よく
そういったところを通ることはあるんですけどもね、いざ探すとなるとね、本当に大変と言いますか、ましてや知らない土地ですからね、はい、で、歩道橋の上に登りましてね、いろいろと見渡すんですけどね、やっぱり Google の地図が、手がかりかなと思って今こちらに向かってね、歩いている最中です。さあ、夜もだんだん遅くなってまいります。さあ、これからね、夜遊びスポット等はね、これからね、オープンしだすんじゃないでしょうか。中心から少し離れ出しました。今ですね、ちょっとですね、坂を下りましてね、軒並み店はですね、もうシャッターが閉まっております。さあ、 Google のですね、地図通りにですね、まあ数点ちょっと検索した、ナイトスポットですか、ディスコとかね、そういったものがございましたので、そちらの方に向かっております。知られざる馬業。さあ、だんだん怪しそうなところに来ました。まもなく、目的地です。この先に、黄色い縦の看板が見えるかと思います。その先がもう目的地です。さあ、歩いておりますが、まあごくごくね、住宅街になるんでしょうかね、これよくわからないんですけども、どうもね、繁華街というイメージがあんまりないんですね、私には。はい、ここにはもうね、ジプニーを待っているね、若者たちがたくさん見えますよね。はい、そしてですね、すぐその隣がですね、実際のディスコなんですね。はい、こちらになります。スーパー、ここだな。
さあこれからナイトライフの店がねだんだん出てきました。ウェルカムオープン。こちらがディスコの入り口ですね。まあ、ディスコと言いましてもねゴーゴーバーみたいなもんだと思います。はい、カラオケ KTV とはねちょっと違いますね。バギョもマネーチェンジャーね。I'm looking for money changer. No more. Do you have Gcash? Yeah. Gcash. Gcash. Yes. What? Money transfer. Huh? Money transfer. Money transfer. Yes. What do you mean? I don't know how to explain it. How about, how much about karaoke? Karaoke, we dance your live show. You like VIP? No. Like table? Table. Yeah. How much? 330, ladies train. Eh? 330. 300 only? 30 pesos. 300 pesos in 330 per ladies train. In the bar, girl. You like to call? You change money? Black market. Oh, black market. Then, how much total? Girl. No. But fine, okay. Okay. Really? Yeah. Really? Yes. No, but fine. No papa, only Sancho. Only Sancho. No papa. Yeah, but now, 1,000 peso, I have. Philippine money, 1,000 pesos only. Yeah. Black market, oh? Yeah, black market. Black market, okay. Then you came back here, right? Yeah, come back. Like straight. Huh? Go straight. Go straight. Right side. Right side, right, yeah. Black market, oh? Black market. Black market, yeah. Okay, thank you. You like? 今ですね、バーファイン。スタッフに来たあるそうです。はい。やっぱりあるね。バギョといえども昔ねバギョのそういうねいっぱいお店があった地域があったんですけどね、こことは違うんじゃないかな多分。うん。とにかくね遊ぶところは夜遊びはできるはずです。バギョこれだけの都市ですからね。結局、持ち合わせがですね1000ペソしかなかったんですねこの時。でさすがにですね1000ペソでは遊べないと言われましてね。で両替所を教えてもらってですね今からそちらに歩いていく方なんです。先ほど通りましたね、歩道橋があったあたりあるかと思うんですけど、そこのところをですね右に曲がったらですね右側に、そのブラックマーケットというのがあるそうです。そちらの方で両替所があるということを聞きました。ですのでねそちらに向かいます。一応ね両替あるそうですね聞いた、ブラックマーケット、ブラックマーケットライトサイドにあるって言ってたけど、まあ、そのブラックマーケット探すのに大変だこれは。はい、ここだブラックマーケット。本当に、今回のね、バギョに来たことについてもう本当にね不便を感じたのはねもう両替でした。本当にもう探せどねなかったんですよね本当に、ね、疲れます。ブラックマーケットはどこだ。マネ神社。またブラックマーケットって名前がいいねこれね。なんとなく、悪そうなイメージ。夜の夜遊びにはもってこいのね、フィットした名前です。はい、ブラックマーケット、両替所はですね、初日の日に SM シューマートでね、
1階のところに、スーパーのレジの、ね、横にあるんですけども行ったんですけど休みでした、はい、で次の日にオープンするということで次の日が今日になります。そして今日朝行ったんですね。そしたらね昼からしかオープンしないと言われて、そして昼から行きましたが今度はパスポートが必要だと言われてもう仕方ないので諦めました。違うところを探すことにしました。そしてまあどこかにあるだろうというふうに歩き回っているんですけども、まあ探せど探せど出てきません。Google でね検索してね、まあ、数件はあったんですけども、行ってみるともう店が違っていたりとかですね閉店していたりとそんな状況でした。ナビかけたら、到着する頃には閉店のなる予定ですと書いてある。まあ本当にねマネーチェンジャーには参りましたわ、とにかくねもう現地の人間に聞いてやっと分かった。ネットでね英語バージョンでも探したんやけどねみんな出てきたけどねもうクローズなんですよ。もう潰れてるかなんか。とにかくね全然こういった場合は ATM 利用するといいんでしょうけども、その ATM をね噂を聞きますとねカードが吸い込まれて出てこなくなることがね多々あるというふうに聞いたんですね。だからそれを聞きましてね私はさすがにカードをね差し込んで使うのはちょっと怖いなと、もしトラブった場合ですね子供も通じないし僕にですね、なかなか対応も誰かガイドがいるわけでもございませんのでまあこれはね ATM はないなとこの時は思いましたね、はい、でブラックマーケットに一応両替があるということでね今向かっているわけなんですけどもどうも時間がギリギリみたいなんですね。まあ確かにねディスコ午後場にね行きたいのはね山々なんですけどねまあ焦ってね相当早歩きしてるんですけどねまあどうなるか結果は。はい、前方に見えます歩道橋ですね、これ先ほど通ったところだと思います。とにかくねこの辺が街の中心です。マクドナルドがね近くにありました、確か、はい、ですからねここがね一番メインだと思うんですけども、ジョリビー見えますね左手にね、はい、ジョリビーがあるということは、まあ、街の中心には違いないかとは思うんですけども、はい、この先ブラックマーケットになるかと思います。まあ本当に名前からしていかがわしいと言いますかね本当に。さあシャッターがたくさん閉まっております。さあどうでしょうか本当に、ブラックマーケットで両替することができるのでしょうか。夜もね結構遅くなってきているんじゃないでしょうかね。ほとんどシャッターが閉まっております。はい、さあブラックマーケットもねこの様子だとねちょっと難しいかもしれません、まあ、とりあえずねトライするだけトライしてみようと思ってね今歩いているんですけどね。はい、今向かっていますブラックマーケットなんですけども、地図はねこんな形になっております。はい、場所的にはですね SM モールから歩いてどうでしょう15分から20分ぐらいの距離だというふうです。はい、あとですね売っているものですねこれはね食料品が主にです。米だとかね野菜肉といった食料品ですね。そして T シャツとか衣類とかですねあとシューズバッグあとちょっと怪しげなね、DVD やねキャラクターグッズなどねそういったものも、販売しているということですね。ですのでねただ人が多いものですからスリ等には気をつけた方が良いと思います。治安はね特に問題ないということでした。はい、目的地は右側です。お疲れ様でした。スリ等やけど到着しましたけどさあ広すぎてもうね全然どこにあるか分かりません。もうとにかくね一応とりあえず中を回ってみますけどシャッターが閉まっているところもございますしね、もうここなんか閉店している感じですね。クローズか。さあもう少し見て回ってみます。この中に両替所があるということなんですよね。これか、キズミマネーチェンジャーズ。あクローズ？な、
closed. Always closed. Yes, right. Ah. Ito mo nga Thank you. とりあえず行ってみることにしますけど、どうもね、期待薄そうですね。なんとなく。はい。やっと見つけたね、両替商なんですけどね。さあ、シャッターがほとんど閉まっております。まあね、ここがあれか。マネーチェンジャーだけど。一応、マネーチェンジャーらしき店はあったんですけどね。どうも開いておりません。こんな感じなんだ。閉まってます。Excuse me, is there a money changer? Yeah? 数件あるみたいですけど、やはりここもね、営業しておりませんでした。ナイトマーケットはね、ナイトじゃない、ブラックマーケットですか。俗に言うですね、正式名称はシティマーケットっていうふうに表記してありますね。それを地元の人はね、ブラックマーケットと呼んでるんでしょうね。まあ、どういう言われかはわかりませんけども、いずれにしましてもね、7時が閉店なんですね、こちらは。昨日来ましたね、ナイトマーケットは、9時からオープンして、夜の、12時まで営業してるんですけど、こちらはね、本当に7時で終わりということです。まあ、街の中心ですからね、はい。まあ、こちらはフルーツといろいろ売っておりますけども、まあ一応ですね、マーケット見学できただけでもよかったかなと、いろいろとね、まあ心残りがありますけどね、まあディスコですか、夜遊び、これはもう断念するしかございません。何しろね、お金がないんですから、はい。1000ペソじゃ何ともできません。先ほど300ペソと言ってたけどね、あれはあくまでも入場料であってね、女の子を指名したり飲んだりすると当然それにプラスアルファかかってきますので、まあ 2,3000 ペソは最低用意していかないと。今ブラックマーケットにおります。もうとにかくね、もう閉まっちゃってました。ここもマネーチェンジャー閉店クローズだそうです。まあ本当にバイオはね、お金日本へ帰れないね、なかなか。SM で、まあ、パスポートも出て帰るしかない。ただ明日はね、何時に開くか分かんないです。この時間はまちまちやだね。不規則だからね。今日だって昼間行ってやってませんでしたから。まあ、明日のマインビュー行くのも。まあ、そこはタクシーで近いから行ってもいいか。昼からですね。結局まあこれでね、ホテルに帰ることにしました。まあ一通りですね、ちょっと見学しまして、シティマーケットですかね、こちらをね、はい、帰ることにします。もう本当に街の中心ですね。さあ、裏道って言いますかね、ナビに従って寂しい通りをこうやって一人で歩いて帰ります。はい。まあやっぱり坂がね、急なんですね、これね、本当にね。もうたくさん歩き疲れました、今日朝から。はい。もうホテル帰ってもうこれですぐね、バタンキューというかね、まあファイルの整理をしてそれから寝ることにします。はい。この通りはね、全くねジプニーも通らなかったですね。この時一応探したんですけどね、上り坂だからね、まあジプニー乗ると楽かなとは思ったりしたんですけども、全然ね、時間が遅いせいかよくわかりませんけど、ジプシーが走ってきませんでした。結構ね、待ったりしたんだよね、ここでね。はい。今日は結局朝からですね、バーンハム公園ですか、あそこをね、ぐるーっと回りましてね、そしてそこからですね、SM マートに両替行ったら、パスポートがなかったためね、両替できなくて。まあ仕方なくて諦めて、まあ両替所を探したりしたんですけどね、なかなか見つからなかったと。
そして、最終的に夜の、ナイトスポットですね、一応発見はできたんですけども、お金がなくて、まあ、諦めました。まあ、こんなオチになりましたけども、まあでもね、本当に朝からね、もう夜まで、今日はもう交通機関何もね、頼らずにですね、一日中歩きました。完全迷ってます。でもこの石垣は僕見覚えあるんですよね。ただね、ナビはね、全く違う方向を指してる。まあ、わけわかんない、このナビは。本当に。反応が遅いというかね、もう、ナビ通り歩いとったら、ものすごい2倍、3倍の時間がかかりますわ。やっぱり自分の目で景色を覚えないとね、これはダメです。本当に。まあ、疲れた、歩き疲れた。回ったとこあたりだと思ったけどな、私はこの城壁じゃないけど石垣ね、これ見覚えあるんですよ。同じようなものがあったりしてるのかな。多分これじゃないかなと思うんですよね。まあこれ私の言う間違いか。あったありました。本当にいい加減なナビは本当にクロスです。それとも城壁をこういうとこに立最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.